はい、えー、それではですね時間になりましたので、えー、今日はですね今年のね第56回社労士本試験の、えー、統計、えー、白書問題解説ということでね、えーまあ、全体から見ればほんのわずかになりますけどね、えーまあ、統計白書問題というんで当然あの科目で言えば一般常識ですよね、えー、労働一般常識社会保険一般常識の中で、えー、統計とかね、えー、白書から出題されたと。 いう問題を、ね、解説するんですけれどもおそらくそれだけだとね時間が余ってしまうと思うのでえ若干ですねあのこのもちろん白書統計関連ですけれどもあのまあ来年に向けてというかね、まあ、今年合格した人はいいんですけれども、まあ、来年受けられるという、ね、方も大勢おられると思いますのでもう来年向けでまあ言ってみれば黙っちゃいられない一般常識の少し簡単にほんのわずかですけどね先取り講義的なものねそれも一部取り入れて 進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速あのまあレジュメの方をね一ページ開いてください。はい、まず最初にね今年の本試験におきまして実際に出題されたね問題のまあリストですよね。どういった統計からね出題されているかと、あるいはまあ百科のどの部分から出題されたかと。 いうのがね、この一ページにまとめてあります。まず統計問題のね、リストということで見ていきましょう。まず最初にね、労一労働一般常識ですけれども、選択式のね、まあ設問の二というところになるんですけどね。これはまあ労働力調査。これは厚労省じゃないですよ。総務省統計局が毎年やね、毎月かやってる調査ね。 労働力調査基本集計の2023じゃないですよね22年平均で、なんでこれ23じゃなくて22かというと実はこの問題はですね元の出典がこの統計にあるんだけれども直接的にはその下の方にねこれと重なるわけですよ、ね、令和5年版の厚生労働白書令和5年版の厚生労働白書が出た当時は 最新のデータは無論2022年じゃなくて23年じゃなくてねだから直接的なは、まあ、この白書でもちろん最新の白書からの出題でいいんだけれども統計という点ではね実は直近のものに比べると1年前のといってもほとんどね数値的には変わらないと思うんであまり、ね、難しい考え性がないんですけどねそこから出題されている。次に卓越式の 統計からの出題という点ではですね、これはまあ今年度はね、五問中二問がね、まあモップは統計に特化した出題でしたと。でまず問いの1の方ですね。これはまあ労働安全衛生調査実態調査からのね出題であったと。でまあこの調査もね、最近しばしば出題されるところですよね。次に問いの2番令和4年のですね。 労使間の交渉等に関する実態調査でこういうね労使関係の調査はね毎年やられてるんですけれどもこの労使間の交渉等に関するというのは必ずしも毎年やられているものではないです。年に1回し、ね、行われているような調査になります、ねはい、であとはですね当然まあ社会保険一般常識もね今年は出ましたね、まあ、出ない年もあるんですけどね今年は統計からも出ておりまして。 まず選択式の方ですよね。2022年国民生活基礎調査からのね出題でありました。次にもう一個出ましたね。設問の2ですけど、これはあの介護保険のね事業報告ですね。令和3年度介護保険事業状況報告年報からの出題ということでね。今年はまあ社一の方からもね出たという年になりましたね。じゃあ。 今度は直接の出典が白書から出たものというんで、まあこれ見ても分かるように労働経済白書はね出ませんでしたね。まあカー毎年出るものでもねないんですけどね。でモッパーですね。労一社一を問わず出題の出典となった白書は昨年刊行された令和五年版のね厚生労働白書の方で第一部カではなくて第二部のねまあ年次のね報告の部分ですよね。 ここからの出題でありました。はい。それでまずロウ一の方ですけれども、これはですね選択式の設問一と二で、で実はですね実際のまあ問題文もね資料に添付しているので見ていただきたいんですけれども、あの問題文を見ますとね、あの設問の二の方は確かに白書云々という記述があるんですけれども、設問の一はないんですね。でもこれは私はすぐねあなんか白書にこの論ね、えー、論点 えですよね、えー、乗っていたと、えー、この,、ね、あのトラックあの自動車運転士のあれですよね、えー、告示っていうね、まあ、ちょっと細かいところからの出題だったんですけれどもでこれについてはですね白書のこのページ、ね、昨年の白書の177ページにねあの問題文と一時一刻ないんですよ問題文の方が一部、まあ、そこから、ね、あのまあ抜粋しているっていうかな、まあ、そんなような。 感じだったと思うんですけれども、えー、まあそういうですね、えー、まあ白書を読んでいけば当然あの言葉もそこに普通に入っていると言うんでねですからあの実態がね白書を見て作ったのか何か別のねフォーマルななんかがあってそれを白書も引用しているし問題もそこからねあの取ったのかそれがあの定かじゃないんですよでも実質的にはね白書でその辺やってれば 正党が出せるということで、ねえー、ここではまあ白書からの出題に、ねえー、入れておきました。はい、あと社一ですね社一は択一式のまあ問いの9番がね、えー、まあ社会保障制度全般に関する問題という形でそのうちの、ね「あ」と「い」と「う」ですよねあれは組み合わせ問題なんでね選択肢が、ねえー、内容を伴う選択肢の方は「abc」じゃないんですね。ああいう上をの 最初の3つ IU がいずれもですね、えーまあ、厚生労働白書の中の第2部第5章ね、えーまあ、例年、えー、年金がねテーマとなっている章でありましてね、えー、若者も高齢者も安心できる年金制度の確立と、えー、この章の中の冒頭ページの256ページと、えー、あとですねでこれあと、ね「い」がね256ページからねで258ページは「あう」ですけどね、えー、そこからの、ねえー、出題と。 こういうことになっております。はい。じゃあ具体的にね、えー、ここからま解説といいますか、えー、見ていきましょう、えー。まず労働一般常識の選択式についてになりますね。はい。えー、ま設、あ、問の1の部分ですよね。で、まあ問題はね、文、え、章、ー、の方に載っておりますんでね、えー、見ていただきたいんですけれども。 えまあ下の方にページ数載ってるんであの10ページですね、えー、10ページの方に問題そのものもは、ねえー、添付してありますよねでこれはまあ自動車運転士の、ね、長時間労働の是正ということで、まあ、これもねかねてからえ社会問題になっていていわゆるまあ働き方改革のね一環として、えー、新しい、ねえー、改善基準告示ねっ告示がまあ改定されたと。 こういうことなんですよねえもともと国事自治体はあもう平成の頭ぐらい平成元年ぐらいからねあるものが、まあ、この度改正されたというんでねすべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい何たらおび運転時間等の基準を設けうんうんというわけでありましてねこれがねスッと出てくる人はまずいないですよこの問題は。でまあ 答えの候補はわかりますよ、ねえー、まあ11ページにね、えー、出てますけどね、えー、まあ考えられるものとしては日本語的にはね1415、えー、らに1819これしかないよねっていうことだよね。うん、でね答えはこれなんですよ。でもこれは私はすごく難しかったかなとあの知ってる人はいいんですけどね知らないとこれはできないです。 国語力でででややろうと思っってもやっぱりききなないい問題はできないんですね。でこれなんで私自身もねあの引っかかっちゃったんですけれどもこれね休息期間と言ってるじゃないですか、ね、これでねこれがね休息時間であればこれをね選ぶ人多いと思うんですけどね期間ってなると何か「親」っていう、まあ、ちょっと違和感がね湧き上がってくるんだよね。でまあ間違えた人がね多いんじゃないかと。 え思いますけど、ね、でまあこれはその機会にねあの覚えておいてくださいとしか言いようがないところですけどね。はいえー、じゃあちょっとまたねこのページに戻ってください。